ちは、ドロンコです。今回紹介しますデッキは恐怖の人形軍団です。前回のですねデッキ紹介動画で恐怖のドールハウスを使いました。こいつがねまあ面白い動きして気に入っちゃったんですよね。だから、別の可能性を見出したくて作ったデッキです。勝ち手段はですねやっぱり恐怖のドールハウスから出てくるクリーチャートークンなんですけれども、このクリーチャートークンの性質皆さん覚えていますか？恐怖のドールハウスから出てくるクリーチャートークンは構築物でしたね。でこの構築物のパワータフネスは自分がコントロールしている構築物1体につきプライチプライチの修正を受けたものでしたね。つまりですね恐怖のドールハウスからたくさんクリーチャーを出したらそれに伴って1体1体のパワータフネスもどん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 でかくなるっていうことです。ちなみにこれらのトークンは速攻を持っています。速攻を持っていますからできたらですね恐怖のドールハウスから1ターンのうちに複数体のクリーチャーを出したいわけですけれども、この恐怖のドールハウスの起動コストは1マナとタップです。つまり1ターンにつき普通だったら恐怖のドールハウスは1回しか使えません。じゃあどうすればいいか、起こせばいいんです。はい、というわけでタップ起動能力のお供ヘルピーの道案内と賢い妖術師を使っていきます。どちらもですねタップ起動でパーマネント1つをアンタップするクリーチャーです。これらのクリーチャーを使って恐怖のドールハウスのタップ起動能力を何回も使い回します。これで構築物を量産するわけですけれども、さらにですねこれらのカードと相性のいいあのカードも入っています。日没を遅らせるものテフェリーです。日没を遅らせるものテフェリーはプラス能力でアーティファクト最大1つとクリーチャー最大1体と土地最大1つを対象とします。でこれらが自分がコントロールしているパーマネントであった場合アンタップ、対戦相手がコントロールしているパーマネントであった場合タップします。おまけで2点ライフゲインします。このテフェリーのプラス能力があったらですね恐怖のドールハウスの起動コストを使った後に、まあ、例えば賢い妖術師で恐怖のドールハウスをアンタップさせてもう一回ドールハウスを使いますよね。そうするとタップ状態の賢い妖術師と恐怖のドールハウスができます。この時にプラス能力を使ってもう一度恐怖のドールハウスを2回起動させるということができます。ちなみにテフェリーのマイナス能力はサーチです。デッキトップ3枚見てその中から1枚手札に、残りをライブラリーの一番下に置きます。恐怖のドールハウスの使い回し方は説明しました。あとはクリーチャーが墓地に溜まっているかどうかです。ですがまあこれは単純です。どんどんクリーチャーを展開していきましょう。そうするとそのうち対戦相手が除去してくれます。それが追放除去だったら困るっちゃ困るんですが、恐怖のドールハウス取られる方が嫌なんでね、その身代わりになってくれたと思ったらまあいいでしょう。除去を打ってこない相手にはどんどんブロックしていきましょう。一応は進行の繕いで積極的に自分から墓地を肥やすこともできます。もし対戦相手が除去も打ってこなければ攻撃もしてこないってなったら、それはそれで締めたものです。膠着状態が続いている間に恐怖のドールハウスを並べるなど、こちらの準備をどんどん進めていってですね、準備が整ったらドゥームスカールでバーンと流して、それから人形を量産していきましょう。もちろん優先的に戻すのは賢い妖術師とかケルピーの道案内ですね。基本的にはアンタッパーを先に戻しましょう。サイドボードはこんな感じです。それでは対戦いきましょう。まあいろいろ出るか、ちょっと白シンボルが足らんけど、まあまあいいでしょう。農場労働者で平地持ってこれますね。青、うわーミミック、あーミミーや予言、襲来の予測かな。はい、平地圧縮 OK。 ベラゴス出せるな。ベラゴスはダメ、取るわ。はい、殴ります。氷雪ではないから雪上の結婚、いやわからんな、入ってるかもしれん。氷雪マナにしてないだけやっていうことも考えられるよ。さあ杯に毒、杯に毒か。あれもしかして結構除去入っとる。でベラゴスでオニキス教授とか持ってくる感じのデッキ、これはちょっとしんどいかも。はい、まあ墓地に落ちる分にはいいです。追放じゃなきゃね。反射、リトヤラの反射、え、リトヤラならずもの、ならずものデッキ、わからんな、わからん。
エンチャントは割れるけど、アーティファクトは割れんでしょ。だから、変に打ち消しとかされる前にドールハウスを出しちゃって、殴ろう。まあ、次、打つ札がないから、信仰の繕いも打ちたかったけど。アサリア、アサリア、アサリア。しんどいな。アサリア、アサリア。あれ黒いぞ。いやでもむしろそれはありやつ。あれ来るそうか。あーなるほど。ただこいつらがめっちゃ怖えんねんな。困ったねそれは。このターン打つ札がなくなってしまうから、ちょ待って、何が落ちた。一応パワー下げることできるな。パワー下げるためにもこっち使おう、はい、これで若干パワーは下がるけど、札がマジでこんなんか。信仰の繕いは今は出したくない。クリーチャー出していく。聖呪文縛り、スカイクレーブの亡霊、そこら辺は打てるな。一旦札を確認しよう。はい、ザレス、ダメだけど関係ねえな、あいつ能力で出てくるから。亡霊で、はい、取るわ。これな、トークンは取れへんのかな。ちょいしんどい。ローグクラス、これザレスで亡霊飛んでくるんじゃない。こいつなぁ、あ、でも、ええわ。いいわ、このターンは、なんか、ここに飛んでけえへんわ。よいしょ。奪われるんはしんどい。それはやだ。なんか嫌なん奪われる前にどんどん出しちゃう？妖術師。うん。で、亡霊な、亡霊。あ、ローグクラスは取れるか。ローグクラス取るか。あ、ダメです。で起こして、君だ。はいはいよ。で平地も取って、殴っていく。あ、そっか、モーリーサルでちょっと対戦ありがとうございました。あー、まあ農場労働者あるしいいかな、回るかな。はい、リゼット、リゼットドラゴンかな。おー、原子、原子。はい、消えゆく希望とかやな。考慮、消えゆく希望、相関。あ、冷やそうか。なるほど。火遊びが入っとるっていうことは火力除去もまあまあ入っとる感じ。炎の倍加成。あ、ドラゴンじゃない。まあ、ドラゴンも入っとるやろうけど、ちょっと違うタイプのデッキですね。一回呪文縛り見るか。呪文縛り、正直なクロックに回すのもありなんやな。まあでも手札を引きよう。あ、そうそうそう、除去があるからちょっとためらったわけやけれども、ここら辺が、まあ、表現の反復やろ。落ちないし、はい、ですね、亡霊出しても取られるし、妖術師から落とさせるか。熱錬金術師、はい、おー、はい、一発流してもいいから。なんかでももうちょっと我慢したらいろいろ出してくれそうでもある。
だから亡霊で取って亡霊やかして、それからあーさすがに裏返っとるこいつか。うん、で殴る、止めるかな。あ、ちゃんとブロックする。あ、スルーした。よし、よかった、先殴りで。で亡霊に除去を使わせて、はい、殴って、うん、ケルピー、うん、スカール予言、まあ表現の反復ですか、そりゃそうだわな。はい、ちょっと火力がしんどくなってきたけど、そろそろクリーチャーとかも展開してくるんじゃないか。うん、炎の媒介者、あーなんかクリーチャーばっかりやな。でデルバーで、いやデルバー重かったら強くないからね。火力除去ないから取ってこっか。はい、炎の媒介者、はい、炎吹き、はい、あいつら並ぶとちょっとまずいな。一旦殴る、一旦殴って、この吹きは生かすと、あ取り返す、うん、ケルピー、はい、いいね。土地は土地ちゃん、墓地はまあまあ超えてきた。ただ問題は、あよしよし展開してくれた、ええぞええぞ、いいねいいねいいね。次3点は食らうやろ。で6点出したらリーサル出るな。っていうことはだ、殴ってルームスカール安定だな。ルームスカールオッケー、デルバー、聖呪文縛りか、うーん聖呪文縛りでもいい。こいつが止められんようになる。だからでもさすがにドールハウスそろそろ出しときたいな、うん、出すか。でこれでこれで亡霊とかにするか。で、デルバートルは、はい、オッケー。ドールハウスが出てしまったらこっちのもんよ。炎の媒介者、はい、熱錬金術、オッケー、妖術師、ケルピー、ケルビー、はいよ、うん、で次で終了やから除去だな。あーと、はい、 OK、 対戦ありがとうございました。
3万のスタートやけど、まあまあいいんちゃう。先行もろだし。平地から入ろう。白なんだろうな。やっぱそうやな、ライフゲイン軸のデッキやよな。はい、フレリッククラス。はい、次ケルピーでもいいけど、信仰の繕いで土地を持ってきた方がいいかも。これ攻撃しても良さそうには見えるけれども、あ、なんか構えとるな。ジャビのベールとか持っとるわ。やめとこう。うん、まあ持ってなくても攻撃しないんだけどね。っていうのは、あの反抗持ちやからライフレース的に損や。亭主、はい、はい、信仰の繕い打って土地を引いてきたいっすね。土地引かんか。あ、そう、じゃあ高校だ。ルームスカールおかわりか。さすがにちょっと手札見させてもらおうかな。戦乙女幽閉。あ、土地がないですね。職種、まあ職種はいいや。戦乙女、いやでもむしろクリーチャー出してほしいな。クリーチャー出してほしいから農場用投薬、農場用投薬で、うん、クリーチャーはいいや。ちょっと露骨やったかな。まあまあいいでしょ。殴ってくる。いや反抗されるな。除去されて反抗されてやで、うまみが。まあいいや。はい、そう、むしろねクリーチャーは一旦出してほしいんだわ。攻撃してこんか。土地引かんな。これメインで打ったろっかな。ちょっと土地引かんすぎやわ。あ、引いた引いた。よしよし。信仰の繕いですね。はい、ドールハウスっていう手もあるけど、幽閉でドールハウスは取られるんで。あ、クリーチャー展開してきてくれ。まあ籠城用投薬を重くしとるから露骨やったよな。あれ、戦乙女は攻撃してきてええと思うぞ。攻撃してこんのか。あ、そう、ちょっともう一回メインで打とう。土地がないことには話にならん。亡霊か。亡霊はな、捨てたくないんだな。幽閉があるからな、それもしんどいな。まあいっか、亡霊捨てても、ここの亡霊普通に唱えるのと、あの戻してきてっていうのとで3回やと使える。じゃあこうしよう。はい、まあまあそうだよ。はい、うん、さすがに攻撃してくるんじゃない。よしよしよし。あれ、ルームスカールを予測して出してこんだんちゃうか。はい、そんなんま止めるけど、止めますけど。クレリッククラスで回収できるからっていうことかな。あ、そっか、白が、白シンボルが足らんだから、しゃあないな。はい、で戦乙女かな。あ、それか。ドールハウスで取っていくか。幽閉も使われるやろうけど、攻撃していこう。ケルピー、
ちで、あ、こっちで、で、アンタップ、ボレ、はい、で、攻撃。ただこのライフな、すごいあるから亡霊でごまかしながらどんどん殴っていくしかないわけやけど、ドールハウスは取られるやろうからしんどいっすね。あれ幽閉は？あ、幽閉使わんのか、幽閉使わんのか。あ、そう、マジか。戦乙女は置いとけん。はい、取ります。で、ケルピー、ケルピーで、ケルピー、タップ、タップちゃん、タップ、教授、あ、対戦ありがとうございました。この恐怖のドールハウスの使い回しコンボ、実はあの恐怖のドールハウスの代わりにですね、以前ターグリッドのランタンでやりました。要はタップ起動の能力だったらこのコンボで何でも使い回すことができます。で、テフェリーの兼ね合いもありますので、それがアーティファクトだったらなお良しです。次の神側がですね、アーティファクトとエンチャントにフィーチャーしたエキスパンションなので、もしかしたらですね、このコンボがさらに生きるようなカードがね、神側で見られるかもしれませんね。期待したいところです。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それじゃあまたね。